明日は秋華賞ですね。今週ちょっとまあ初めての試みなんですけども、コミュニティの方に、まあ、あなたの気になる秋華賞の馬を挙げてくださいということで、掲示板的なものを作ってみたんですけども、まあ、アンケートですね作ったんですけども、おかげさまで、まあ、600票投票をいただきまして、まあ、ボンドガールが 57%獲得して、まあ、ボンドガールが一番ですね。で、まあ、チェルベニアとステレンボッシュがそれぞれ 13% ずつで、まあ、クイーンズウォーク 7%、 クリスマスパレード 10%、 まあ、これは5枠しか作れないんで、もっと本当は15と作れればいいんですけど、なんか5枠までなんで、まあ、ちょっと選抜した馬をだけ上げてみたんですけど、あとはまあコメントをいただいて、まあ、コメントをちょっと読んでいこうと思いますね。タクさんかな、ミヤネーロということですね。で、SNKT914 というのが、ボンドガールと空で銀行に預ける予定です。あ、ボンドガール、アドマイヤ空か。銀行に預ける予定ですですね。で、千歳さん、やっぱりたけしが乗るお馬さんよ、ですね。まあ、アドマイヤか。アドマイヤ空じゃない。空はあれか、小金の空か。小金の空でしたね。アドマイヤはアドマイヤベルでしたね。アドマイヤベルだった。アドマイヤ空っても確かいるんですよね。あとアドマイヤ空は4歳馬でしたね。で、めぐめぐさん、小金の空という秋華賞にぴったりな場面に全力応援ということで、小金の空でも残念でしたね。高井流星騎手に変わっちゃいましたけど、丹内騎手ね。なんか6レース、3レース、2レースか3レースに落馬して6レースも乗ったけど、やっぱちょっと痛みがあったのか、まあそこでストップになりましたね。ドクターストップがかかったのか。まあ結構ここはかなり勝負係だったと思うんで、すごい残念ですね。残念だし、かわいそうですね。サラ・アールさんと、ボンドガールに今度こそジリワン取らせてあげたい、豊さんにも凱旋門賞の悔しさを払拭するようなレースを期待していますと。まあそうですよね。凱旋門、ここのところちょっと、重賞でね、パッとしないレースが続いてるから、なんとかここで G1 を、今年初ですよね。今年初の G1 を、まあ、ドーデュース前に勝ってほしいですね。で、リブ4さん、もちろんボンドさんに来てほしいのですが、小金の空さんも気になってます。また、安城も、丹内、TY、丹内ってことね、丹内雄二ですよ、ということでしたが、まあ、まあ、残念でしたね、この、機種チェンジはね。で、これなんか、なんていうのかな、ステレンボッシュ鉄板かと思っていたけど、調教不穏で気になるという。そうなんですね。ステレンボッシュは早め立冬に入れて調整をしてるんですけど、ちょっと追い切りでね、3頭合わせで遅れたりとか、ちょっとね、不安がありますね。まあ、あと戸崎騎手が一蔵しか乗ってないので、大外に、まあ大外っていうか14番か、外枠だし戸崎だし大丈夫かって感じですよね。まあなんか安定性があるから、切るに切れないけど、なんかちょっと不安も大きいなという感じがしますね。で、ユンユンさん、ソラちゃん、かわいいっていう。やっぱ、小金のソラ人気あるんですね。浜口みゆきさん、なんとか G1 取ってほしいです。で、清志、よしさん、キャットファイト、まあ、掲示板をね、作った時はいたんですけど、結局、想定で外れちゃいましたね。キャットファイトずっとマイルしか使ってなかったから、今回、2000に出してきたから、どうしたのかなと思ったんですけど、まあ、王のあの時のお前は一体どこに行ってしまったのか、本当はやればできるのに空回りばかりの、騎乗ばかりのレース、やればできる男だと思ってる。そう、マジックキャスラーナイス騎乗だった、キャットファイトで大逆転してほしい。そう、王の騎手ね、ちょっとまあ、親父さんのことがあるのかあれですけど、ちょっとね、最近おとなしいですよね。私が撮影とか、この YouTube 始めたくらいの2022年は、ちょっとね、ブレイク仕掛けたんですけどね、ちょっと最近元気ないですよね。ポコタンさん、ホーエリートで貯めた貯金を下ろしますと。ホーエリートでもかなり来たら、かなり人気ですよね。
ということで、このページ以外についたコメントもちょっと読んでいきますかね。このページ以外の週刊誌の高橋さん、ボンドガールは大丈夫でしょうか。長距離輸送で初めての京都、竹さんの馬さん、ルメールや戸崎の馬さん、 川崎氏の馬さん、竹さんの馬さんは5番人気ぐらいかな。馬体重が減らなければ良いでしょうかということで、ちょうど今5番人気ですよね。10倍前後ついてますんで、まあ、このままのオッズで行ってほしいですよね、できればね。でまた同じく高橋さん、ボンドガールの調教がダメ、調教師先生のコメント大丈夫でしょうか。フランスは残念です、京都頑張ってもらいたい。そうなんです、まあ追い切りはね、まあでも一回使われてるから、まああんまり不安はないかな。あの鉄砲とかね、放牧明けだったらちょっとバタバタの時計だと不安視しますけど、おそらく輸送もあるんでそんなに強くやらなかったんじゃないかなとは思うんですけど。で岩下澄子さん、豊かファンだからボンドガールが勝ってほしいですが、2、3着で次こそは皆様強敵です、またいろいろあったレース、いろいろあったのでいいレースで盛り上がりましょうという、まあ、そうですよね、まあ、今週は本当いろいろありましたからね。多分今までの競馬史の中でもこんな続いたことってないんじゃないですかね、ここ数週間。で、この想定についたコメントで、ボンドガールは NHK マイルカップ以降は前線しているが、あと一歩なんだよね。能力があるのは疑いようがないので、なんとか最後の一冠を。菊花賞は乗り馬があって本当に良かった。天皇賞は昨年同様、相当数かなと思うが、ライバルは強力。秋小馬三冠無事に走り抜いてほしいと。まあ、これ以降は違うレースなんですけど。あとは、ボンドガール、厩舎で怪我させられるわ、致命的な車庫を受けるわ、大一番で調整ミスさせられるわで、不憫が過ぎる、なんとか良い結果を迎えてほしいという。とですね、とりあえずコメントは以上ですね。まず、各馬の調教、臨戦過程をちょっと、やっていこうと思うんですけど、今回私のちょっと信頼してる競馬ブックの調教コンピューター調教診断ではチェルベニアが一番20万がついてますね。で丸にラバンダで、で白三角フォーエリートと、あとミアネーロが白三角がついてます。4と印がついてますね。でフォーエリートは、最終合わせはミホでウッドで3頭合わせで調整してますね。でミアネーロは、立冬調整で、関東馬ですけど立冬調整で、最終追い切りは津村騎手が騎乗で3頭合わせで、ステレンボッシュに、0.4 追走して導入と、まあ、ステレンボッシュ煽ってましたね。でクイーンズウォークは、1周前に川田騎手がシーウッドで騎乗してますね。最終追い切りは半路で57秒と、前走は55秒1と、自己ベストは53秒1だったんですけど、まあ、1回ローズステークス使われてるんで、まあ、調整程度かなと思いましたね。で、タガノ LP だと、最終追い切りはダンの奇襲を背に、半路で、まあ、時計は平凡でしたね。で、チェルミニアは最終はウッドで、調整で、まあ、前走よりも時計が良いということだけぐらいでしたね。ただ、まあ、競馬ブックは20万でしたね。で、ラビットバイ。これは最終立冬シーウッドでしたが、まあ、時計は平凡かなと思いました。で、チルカーノ。これは最終追い切りは半路で追い切られましたね。まあ、全体的に時計が良くないなと思います。で、黄金の空。で、最終はポリトラックの3頭合わせで先着でしたが、ちょっと並走馬に煽られましたね。でアドマイアベルは、1周前に横山武史騎乗で3頭合わせ、まあ、最終はウッドで軽めですね。でボンドガールは最終はミホの半路で3頭合わせで遅れてましたね。まあ、時計も4波論54秒と、まあ、3波論40秒とちょっと時計がね、まあ、元々時半路の時計良くないんですけど、ただまあ1周前はウッドで、で6波論82秒7と、
まあ、ラストが12秒ゼロと、まあ、これはまあ時計いいんじゃないかなと思いますね。で、ダンスオブクイーンは最終は松山騎手を背にポリトラックで3頭合わせ。これ新馬戦、新馬に遅れてましたね。2歳新馬にね。で、ラバンダ。これは競馬ブックで丸がついてる馬ですね。最終追い切りは、半路で54秒4と。まあ、ただ、この馬はもともと自己ベストが 50.5 と、まあ、前走51秒と、まあ、それに比べると物足りないんですけど、まあ、この馬もまあ使われてますんで、まあ、調整程度かなと。で、クリスマスパレードは、最終は美穂の半路ですね。で、53秒2と。これ自己ベストですね。で、ステレンボッシュは最終は戸崎騎手が立冬で調整してますね。3頭合わせで、6波の81秒3と。まあ、一応自己ベストですけど、まあ、ミヤネーロにちょっと煽られたと形でしたね。で、セキトバイスと最終は藤岡騎手が騎乗で、シーウッドで、4波論でしたが、自己ベストで 50.3 秒か、50.3 ですね。で、まあ、私の週刊賞の見解なんですけども、まあ、武豊騎手が、今回で5戦連続手綱を握ってますね。まあ、毎回テーマを持って騎乗してると思うんですけど、シオンステークスは出遅れて、まあ、結果往来ですけども、まあ、2000メートルをね、かなり33秒という、中山としてはかなりの破格の上がりで、まあ、距離は持つかなという確証を与えてくれたましたね。まあ、決め手はメンバーの中でも最速で、まあ、ちょっとね、調教の遅れは気になりますけど、一週間前は、まあ、美穂のウッドで、まあ、上々の動きなんで、まあ、一度使われてるし、そこまで強い時計も必要ないんじゃないかなと思うんで、まあ、枠もね、後位差しには絶好の10番ということで、まあ、春のクラシックは、まあ、春のクラシック組とはね、まあ、ほぼ未対戦ということはあるんですけど、まあ、それがかえって妙味があるなと思いますね。まあ、自信でもないけど、まあ、本命ですね。で、対抗はタガノエルピーダーにしました。大花賞馬とオークス馬に、それぞれ、まあ、輸送と調整不安の、まあ、不安がある中、まあ、このタガノエルピーダーは、まあ、ローズステークスもね、春も、まあ、自分の競馬ができずに奔走しているという結果に終わってるんで、まあ、朝日杯に3着に来た、ポテンシャルある馬なんで、まあ、それにちょっとかけたいですね。まあ、欲を言えば、時計のかかる馬場がベストかなと思うんですけど、ちょっと人気がない分、まあ気楽に乗れるんじゃないかなと思いますね。そして3番手はクイーンズウォークですね。まあ毎年こういうタイプの馬がいるんですよね。まあ血統が良くてトライアルの成績も良いという。で、まあ秋華賞はまあ勝ち切るまではいかないけど、まあ2着とか3着とか、そういう感じになりそうなんで、まあこの馬もまあ2着はあるんじゃないかなということで、一応3番手評価にしました。で、まあ4番手、5番手はチェルビニアとまあステレンボッシュがまあ実績を考えてちょっと買ってみようかなと思います。まあ多分タガノエル、馬券はあんまり買わずにボンドガールとタガノエルピーダの単勝をそれぞれ買って、で、ボンドガールからクイーンズ、まあタガノエルピーダとクイーンズウォークとステレンボッシュとチェルビニアに流そうかなと。まあ縦目はもう気にしないで、まあ、買い目を増やさずにちょっと行こうかなと思いますね。ということで、明日は多分京都競馬場から、まあ、無事というかね、最近なんかいろいろゴール番前とか制限とかがありそうなんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあ、まあレース後にアップできると思います。それではやっていきます。